なぜ法要を行うのかということについて話をしたいと思います。えー、お家でご家族の方がお亡くなりになると何回期法要一周期とか三回期とか七回期とか三七、えー、まあ一周期終わると三回期七回期十三回期十七回期とかね まあ基本的に他にももっと細かい回帰っていうのがあったりするんですけど、まあ、何年かおきぐらいに法要があって、えーまあ、50回帰ぐらいまでなさるところもあれば、もっと早くね、一周期で終わってしまうとか、三回帰で終わってしまうとか、まあ、そういった習慣のところもあります。でこの法要というものを、えー、私は古臭い、めんどくさい、できれば、 行いたくない煩わしい作業というふうにして捉えると非常にもったいないなと思います。で、えー、まあ私もずっと初めてお経本を、まあお寺に育ったわけですけど、初めてお経本を持たされたのが3歳です。で、初めてお葬式にデビューしたのが5歳ですけれど、ずっと今まで、えー、もう35年以上、いろいろと仏事を通していろいろな家と関わって、 くるわけけですけども確実に言えることというのが最近あるわけです。もう30年以上何千件というお家とのつながり、関わりを持ってですね、言えることが一つあります。これは別に科学で証明されているからそういう話じゃなくて、私の定点観測ですね。ずっとあるお坊さんという視点から、えー、仏事法要というものを通して、皆さんのお家というのをずっと見ているわけですね。そうすると、まあ、あの、私のいるこの福厳寺というのも大きいお寺なので、 それこそいろんな段家さんがいるわけですね。えー、えー、ほ日本の長者番付に載ってるような大富豪の人もいれば、ヤクザさんもいれば、あ学校の先生、校長先生の家もあれば、いろいろあると。で、そういうお家を、代々にわたって、こう観察することができるわけです。そうすると、やっぱり一つの家でですね、こう、栄光清水があるわけです。ああ、こういうふうにして栄えてきたなと思った息子さんの代になったらばダメになって、 とかね、あの、ものすごい調子が良くて、っていうとこ、あの、お家が、もうどんどん、もう貧乏なところから、こう、お金持ちになってきて、ところがね、あることをきっかけにして、おじいちゃん亡くなって、お,お父さん亡くなって、息子さん交通事故で亡くなって、後取りの期待してた息子さんが亡くなったことによって、ガッタガタになって、もう親戚一同を大揉めに揉めて、もう大変なことになって、どこ行ってしまったかわからないっていうような、もう家が亡くなってしまった、耐えてしまったっていうようなところもあったりして、まあ、本当に人生というのは、 あ大変なことなんだなと。一筋縄でいかないんだなということを私もお寺にいながらにして、えー、もう肌で感じてきたわけですけれども、そういった仏事法要というものを通して、えー、様々な家を見たときに、確実に言える一つのこうパターンっていうんですかね、ある法則っていうのを見つけたんです。それ何かって言ったら、 こういった仏事法要というものをきちんと営んでらっしゃる家というのはもちろんいろんなことが生きてればあるわけですけどなんかこうどん底まで行ってもまた這い上がってくる力があったりで非常にやっぱりまあ小さな波はありますけど大きく見たときにですね非常に安定してやっぱり繁栄しているということなんですものすごく お金を持ってるから反映するかと、そんなことないわけですね。ものすごい大社長にのし上がったお家でも、もうガタガタになってしまうところもあれば、まあそんなに経済的に豊かじゃなくても、ずっと安定的に、いつあってもここのお家の人っていうのは安定して安心感があるなと。で、お子さんたちもしっかりしてらっしゃったりね。で、そういうところはね、やっぱり、えー、法要というものをきちんと営んでる。その法要を営む姿勢が、 ちゃんとしてるって言ったらいいんですかね、えー、そういったことは間違いないです。で、えー、このお面白いなと思ってそういった現象を私も眺めて見てたわけですけれども、なぜなんだろうかということが、なぜね、そのそういった法要というものをおきちんと営んでいるところというものがある意味では安定していて栄えて、 そして、えー、そういった法要っていうものをですね、ないがしろにしているおうちというのがう、どちらかというとうまくいかないことが非常に多い、ね。あるいは健康の問題でその家が本当ガタガタになってったり、経済的にものすごい苦労して見えたり、人間関係がぐっちゃぐちゃになってしまったり、そういったお家というのはですね、やっぱりこう法要を一応やってらっしゃるんですけれども、やらなければいけないからということでやってらっしゃったり、非常にめんどくさそうだったり、 なんかお寺でそんなお坊さんってお布施払うのなんか嫌だわみたいな高いわとかね、そのめんどくさいわとか、そういう姿勢っていうのはどっかで見えたりして、なんかそうなったら私も法事行きたくないなっていうようなことをもう直感的に感じるっていうおうちとそうじゃないおうちがあるわけですね。で、このなぜそういう差が法要をやるやらないっていうことによって出てくるのかなと思ったら、これ実は法要をやるから栄える。 ね。なんかこう、神仏のご加護を得て栄えるとか、法要をやらないから、罰が当たって不幸が起きるとか。そういうことではないんですよね。やっぱりね、この法要をきちんとやるといううちが、そんな細かい意味はわからないんだけど、自然と大切にしている二つのことがあるわけです。で、この二つのことっていうのがまさに法事をやるということの 法要を営むということの意味なので、今日はその法要を営むということの意味を、まあ普段皆さんどういうふうにして法要に対して、えー、思ってらっしゃるかわかりませんけれども、今日はですね、そこを、えー、私なりの視点で浮き彫りにして、そして改めて法要というものをどうせやるのであればね、その意味というものをしっかりと捉えてですね、ああ、そういう意味があったのかということを噛みしめながら、 え、法要をどうせやるのであれば丁寧に大切に取り行っていただくときっとそのお家の中で確実にその家の豊かさの循環というものがですねこういい方向へ回っていくというようなことが起きるだろうなということを信じて今日は法要の意味を解説したいと思いますえ、法要の意味というものをまあお話しする前にですね一つ質問があるので ちょっとこれ考えていただきたいんですけど、あなたはなぜ法要を行うんですかっていうことです。なぜ行うのか。なぜそれを行わなければいけないのか。あるいは行っているのか。それをね、ちょっとね、ちらっと考えていただきたいんです。おそらくほとんどの人が、なんかそういうものだからとかね、そういう慣習だからとか、 しきたりだからとか。なんとなくそうやらないと親戚の人になんか言われてしまうからとか。なんかそれをやらないとたたりがあるような気がするからとか。まあ多くの方々がそうおっしゃいます。あるいはなんかお寺から法事のあの何回忌ですよっていうはがきが来たので、この DM を送りつけてやがってっていう人も中にはいますね。あの時々あの喫茶店行って黙って一日あのなんか座って私も原稿の あの本の執筆の原稿とか書いてたりするとですね、いろいろそういったお寺の、うこう、うちの菩提寺からこんなんでハガキ送られてきて、なんかあの何回き法要ですよって、せっかく忘れてたの思い出させ、思い出させやがってとかって、なんかじいちゃんたちがううううう言ってるのを聞こえてきたことがあって、ああ、そう、そう思って見えるんだなと思ったことがあったんですけど、あの、まあ、とにかく、いろいろと、ご先もう多いパターンをですね、なんとなくそれやらないと、ご、えー、先祖様のたたりがあるような気がするとかね。 あるいは親戚の人からやかましいこと言われるから、やるとか。とか、なんか、あんまりよく考えてなかったけども、その、慣習的にとか。あと、なんか、お寺からそうやれって言われて、強制的にとか。まあ、そのような理由が、どうも、悲しいかな、メインかなと。で、えー、そのことは、まあ、一つはですね、私たち、私もそれ、僧侶の端くれとして、そういったことの意味というものをきちんと、 を解いていくということをしてないので、まあ、皆さんが、うん、ご存じないままそれを過ぎてしまっているということを自分の反省として非常に思うということがあるんですけれども、あの、この法要を行うということですね、どうせ大の大人がですね、 え、土曜日なり日曜日なり、貴重のせっかく遊びに行きたい、休息したいっていう休みを丸一日割いて、親戚の人たちに案内出して食事やってお金もかかるし、いろんな手配も必要だし、なんか、やかましい親戚のおじさんにも会わなきゃいけないし、いろいろ大変なんです。でも、どうせやるのであれば、それをめんどくさい煩わしい、できることならやめてしまいたいと思いながらやるよりも、 あ、そっか、ちょっと大変だけれども、こういう意味があってやるのかっていうふうにして思ってやった方が気持ちがいいので、で、またそれは確実に、それをきちんとやっていくことによって、あの、非常に目に見えない大きな力をその家に宿すっていうことは、それも私はもう私保証しますので、ぜひね、そこを聞いていただきたいと思います。で、えー、結論から言いますと、先ほどから話している法要の意味というのは、えー 非常に乱暴に、ただ分かりやすく、えー、はっきりと二つに分けてですね、その意味を申しますと、一つ目は感謝ということですね。感謝、保温ということです。そしてもう一つ目は進化です。感謝と進化。ね、この二つをちょっとお頭に置いて、えー、私の話をね、これからの話を聞いていただけると思います。一つ目の感謝というのは何か 法要の種類っていうのはですね、例えば、お寺で行う法要と、まあ、自宅で行う法要とかあると思うんですけど、お寺で行う法要っていうのは、まあ、ほぼ、まあ同じなんですけれども、感謝ですね。例えば、いろいろな行事がお寺であります。花祭りであったりとか、いろいろな お寺の五開山記であったりとか、いろいろな法要があるんですけども、それはみんなですね、仏教の教えというものを私たちに説いて、またそれを伝えてきてくださった過去のお坊さんたちに対する感謝であったり、ね、そういったものを表していくというような法要。それから、もう一個、もう一個ですね、法要の意味として、先ほど進化と言いましたけど、追善、仏教用語で言うと追善、 っていう考え方があって、この二つのことが法要の中には含まれている。で、この追善っていうのは何かって言ったらですね、追って良いと書きます。で、これは一周期であろうが三回期であろうが、七回期であろうが、十三回期であろうが、十七回期であろうが、全部実は追善供養という言い方をします。で、えー、おそらく多くの方々が、 法要を行うときには、例えば3回忌とか7回って言うと、ああ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかお母さん、お父さんって言ってね。で、あの、こんなんでこういうふうにしてって。特に、あの、最近、まだ比較的最近愛する人を亡くな、亡くしたという方にとったらですね、あの、3年経ったり5年、 たったり7年たったぐらいでは、まだ心の傷が癒えないっていう人もいると思います。特に小さくしてお子さんを亡くしたっていうようなお母さんはですね、あの私も本当に行くたびに自分も辛いんですけれども、7回帰りになっても13回帰りになってもね、あのもう本当にまだ自分の子供が可愛い盛りに死んでしまったっていうことをですね、ご自分を責め、そして運命を呪って、なんでうちの子ばっかり。 ですよね。そういうことを何年もそうやって思ってらっしゃると。心の傷が深いわけですね。あの、私たちは最近癒しっていう言葉が非常にあって、現代の人たちは癒しに飢えてるのかなと思うんですけど、足湯で癒されるって言ってる人もいるし、なんか森に行くと、なんか森林浴とか、なんかアロマテラピーとか、なんか癒しの音楽とか言うんですけど、あの、そういうことによってもし、ああ、癒されたっていうんであれば、その癒される傷っていうのは、 もう本当に小さな引っかき傷にも満たないぐらいの軽い傷なんですね。そんなことで、ああ、それで癒されたっていうのは。やっぱりその子供を亡くしたとかね、本当に大事にしてた、大切だったお母さんが亡くなったっていう人は、もう相当深い傷なので、あの、癒しの CD 聴いて、すべての人の子供が死んじゃったのも、癒されたわ、もう忘れたわっていうぐらいだったら、もうそんなわけないんですけど、そんなことでは癒されない。そんなことでは癒されないんです。 ずーっと苦しみが続くんですね。で、このものすごい自分の大事にしていた家族が死んでしまったというこの苦しみ。この苦しみが、実は一つの役割としてですね、えー、一周期、三回期、七回期というこの度に、そのことの傷をえぐるようにして思い出すわけです。で、この思い出した時に、ああ、なんで死んでしまったのなんでこういう風なのっていう、その悲しみというものがですね、 えー、実は先ほど言った進化。ね。追善ということを自分の中にしっかりと意識して法要を行うことによって、えー、癒されてくるという面があります。で、これはどういうことかって言ったら、追って良いと書くんです。追善というのは。ね えー、それがですね、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなったっていうことであれば、あ感謝。先ほどのね、この人、おじいちゃんおばあちゃんがいたことによって自分たちの家族が今あるのよって。ね、おじいちゃんおばあちゃんたちが、私たちここまでお父さんお母さんが育ってくれたから、自分たちが今健康でい、こうやて頑張っていられるのよって、苦労してお父さんお母さん育ててくれたからっていうものに対しての感謝と、それと、おー、ついですね、す、え、べ、ー、ての亡くなった人たちが、 残されたものに対してのメッセージがあるとしたら、いつもでそれ言うんですけど、すべての亡くなった人たちが残された人に対してメッセージがあって、今口が利けって何かお話になるとしたら、必ず一言。私の分まで、ね、若くして亡くなったんであれば余計ですけど、私の分まで、もう、ね、悲しんでないでいつまでも悲しんでない、私の分まで後悔しないように精一杯生きてねって、ね、仲良く明るく、 楽しく自分の人生というものを精一杯全うしてねって絶対に言いたいんです。それも私もずっと小さい時からお寺にいて法要をやってるのでもうそういった気持ち亡くなった方の気持ちっていうものにもう全ての人の気持ちが集約されるっていうことがもう何て言うんですよね。それはもう確信してます。で、じゃあお亡くなりになった人たちに対して 私たちがその死を悼むのであれば、その人に対してですね、その死というものを乗り越えたいのであれば、ね、その亡くなった人たちに対して感謝を示したいのであれば、いやあ、私たちは人生をどう生きていくかということが、大きな亡くなった方からの突きつけられた一つの課題としてあるわけです。ですから、法要の度にですね、 この仏教の教え、ね、お寺に行ってお経を読んだりするわけですね。あのお経というのは実はお釈迦様の教えであったり、お釈迦様の教えを伝えてきたお弟子さんたちの、立派なお坊さんたちの教えだったりするわけです。このようにして生きたら人生というのはうまくいくんだと。このようにして生きたら人間というのは、えー、もっとね、ちっちゃな生き方ではなくて大きな生き方ができるんだと。 アクセ悪アクセしてないで、こういったね、自分の中にきちんと生き方の指針を持って、道徳を持って、多くの人たちと調和しながら、仲良く明るく楽しい人生というものを精一杯ね、ダラダラしないで、怠けないで生きていきなさい、ということが、まあ、お経の本の中に具体的に書いてあるわけですけども。この、こういったお経っていうものに触れながらですね、お釈迦様の教えに、仏教の教えに触れながら、法要を繰り返すたびに進化をしていく。 水前供養をしていくということですね。亡くなった人が生きているうちにできなかった分まで、えー、自分がこの世の中で、えー、追ってね、良い行いをしていく。ねえー、それを積み重ねていくことによってですね、えー、法要のたびに自分の生き方というものがどんどん改まって進化成長していく。その姿をご先祖様、亡くなった方に見せたいわけです。 見せたいわけです。例えば、お父さんお母さんが亡くなって7回忌だとしますね。亡くなった時に自分が20歳だったとしますよ。お父さんお母さん亡くなった時に20歳だったとします。7回忌になると、27歳 ?26 歳か7歳ぐらいになったわけです。そうすると、亡くなった時と比べて6年経った今、お父さんお母様がお亡くなりになった時よりも、自分がわがままになって、怠惰な生活をして,て、だらしなくなって、 ぐちゃぐちゃな生き方をしてたらどうですかお父さんお母さんたち喜びますか喜ばないわけですね。ですから、その7年の間に私は大きく進化をしましたよと。成長しましたよと。お父さんお母さんたちが若い時に、ね、私が若い時にいろいろと叱ってくれて、その時の意味がわからなければ、今はわかりますと。 今はね、自分がもうちょっとね自分にも子供ができてあの時にやかましいなと思ったことを今自分は子供に言ってます。なぜならばそれはお父さんお母さんたちこういうふうに思って言ってくれたんだなってことがよくわかるって。そういった気持ちになることありますね。それはまさに子孫が進化してるってことなんですね。でこれを毎回一周忌三回忌七回忌っていうその度にですねご先祖様の法要家族の法要を営みながらその 亡くなった方に対して、その人を思い出して、その人を思い出してですね、感謝をしながら、そして、私たちが、自分たちが、その度に仏教の教えに触れて、もっとまともな人間になっていこう。もっとね、ましな仕事ができるようになろう。もっとましな生き方ができるようになろう。っていうことを、悔い改めて、そして進化していってる姿を見せるってことです。それから、法要を繰り返す度に、自分が進化していかなければいけない。 これが最大の供養なんです。そしたら、ね、仮に若くして死んだ親がいたとして、自分の残してきた、幼くして残してきてしまった子供たちっていうものを親が心配しているとしたら、子供たちが進化成長していると、立派に生きているっていう姿を見たときに嬉しいはずなんですね。ですから、これをただ法要を行うというのではなくて、自分たちが法要のために成長していきますよ。 仏の教えを聞いて、ましな人間になっていきますよ。って、そういう意味を持って、年季法要というものを取り行っていくということが非常に大事なんです。ですから、法要というのは、すべての法要が、この感謝、そして、追善。追善というのは、進化するということですね。感謝と、残されたものの、亡くなった人への感謝と、残されたものの進化、成長というのが、 リンク、リンクしてくるわけです。ね。感謝してるんだったら、もうちょっとましめ、ましな人間になりましょうよっていう。で、こういった一つの仕組みが、年季法要。だと思ってください。で、えー、もう一つだけ、最後に、あの、私がですね、ああ、これは、 ものすごく大切ななこことだなととだいうことを法要というのは大切だなということを違った側面から教えてくださったある先生の話があるのでそのことを紹介して法要の意味ということの話を終わろうと思うんですけどこれはですね私が大学院に行っている時にイギリス人の先生が大学院にいらっしゃったんです。であのまあちょっと私はですね大学大学院と 仏教科ですね。仏教科に行って、仏教に、周辺の、仏教周辺の研究というか勉強してたんですけれども、あの、まあ、アルバイト、まあ、いやらしい話ですけども、自分のアルバイトということが一つの目的としてですね、外国人の先生たち、大学にいらっしゃる外国人の先生たちと、お、関係を 自分から作りに行って仲良くくなるっていうことをよく知ってたんですでまあ一つはですねあのアルバイト目的でもう一つは、えー、自分のやっぱり視野を広げていくっていう意味で、えー、海外の先生たちによく可愛がっていただきましたそれでえー、とこれは大学院の時に会った先生なんですけど、まあ、どういうことかっていうとですね海外からいらっしゃる先生たちは必ずしもですね日本語は堪能な先生ばっかりではないむしろ多くの先生があまり日本語は得意ではない先生っていうのが多いんですね でえー、国際なんとか学科とか英文科とかそういうところで教えられるわけですけれども英語を教えたりされるので、まあ、そんなに日本語を達者じゃなくてもいいとだから来たばっかりの先生とかはですね非常に困るんですその何かというとほとんど英語しかしゃべれないそこへほとんど英語が理解できない生徒がいる、ね、英語がしゃ日本語がしゃべれない先生と英語が理解できない生徒これ授業は成り立たないです で、ここに一つの、まあ、ビジネスチャンスがあるとみてですね。で、私はあの大学の時から、えー、そういう海外の先生たちのところへ行って、えー、その海外の先生たちっていうもののアシスタントを自分から買って出たんですよね。 テストの前になんか学生を焦るわけですよ。ずっとこう、えー、いろいろテストをやってね、英文化の人とかだと就職していかなければいけない。英語の点数悪かったらダメ。えー、そうなってくると、英語を使った仕事なんか当然できないので、えー、その海外の先生たちのところに行ってね、実は私、格々しかちがでこういう風でちょっと、あの、語学が得意だったもんですから、あの、英文化の先生の通訳を買って出たりね、生徒との間のこう、生徒の質問をこう、 先生の間に立って受け付けたり、あるいは先生の講義っていうもののこう、ちょっとこう、まとめを作ってね、えー、生徒にこう、配布したり、そういうことをお手伝いして、アシスタントを自分から買って出てたんです。で、そのことによって、えー、海外の先生たちから海外のいろんな情報を教えていただいたり、まあ、自分も勉強になりましたから、えー、そういうことをやりながらあ、生徒を今度集めてですね、あの、英語を教えていくっていうことを、ちょっとバイトでやっていて、で、そんなことをやって、 出た経緯があってですね、非常に海外の先生たちから可愛がっていただいていますで。その中でですね、あるその、まあ、宗教というものを、まあ一つの文化として捉えて、そして世界に様々な宗教があるんですけど、それを研究調査していらっしゃるって先生がいらっしゃって、その先生ですね、非常に可愛がっていただいたんですね。で、そのイギリスから来られた先生なんですけども、で、その先生とですね、あのー、日本の 一つのそういう法要というのは面白いということで、特に私はお寺の息子だったもんですから、その先生もね、研究対象になるもんですから、まあ、可愛がってくださって。で、その先生からですね、日本人というのは面白いと。 あの、仏教ということをよく知らない仏教とばっかりなのに、で、結局、あれ仏壇の前で手を合わせてるって、そこにお釈迦様の像が一応飾ってあるけれども、あれ何もお釈迦様って言ったってお釈迦様のことよくわからないけど、全部祖先崇拝教だっていうことをその先生おっしゃってて、で、えー、まあよく考えてみればそうだなと。で、もっと言うと、祖先を崇拝してるというよりも、なんか祖先の祟りを恐れているんじゃないかというような、 あの、感覚でもって手を合わせてるっていうね。非常にそれが面白いって言って研究されてたんですけど、あの、私もね、そういうながはなるほどと。ただ、この何回期何回期という法要が、実はものすごく、まあそうは言いながら日本人の、その、人のかな亡くなった悲しみを癒すということにものすごく大きな力を発揮してるっていうのことを、 その先生から教えていただいたんですね。それは何かというと、海外の方行くと、何回帰何回帰何回帰、特にアメリカなんか行ってもないんですよ。で、えー、そういうことをやらないんですね。で、仏壇とかもないですしね。で、それがね、一つの仕組みとしてあるということは、実はものすごくお亡くなりになった人、身近に愛する人を亡くした人の癒しになってるんですね。癒しのプロセスに。でどういうことかって言ったら、今日本では、 まあ、ほとんどどそうってしませんけれど、仮装にしますよねで。お亡くなりになりましたと。昨日まで元気で生きていたご主人が亡くなった。これは奥さんにとったら受け入れがたい事実なんです。もう余命何ヶ月ですよとかって宣告されてずーっとその死の覚悟をしてきた人でさえ、その大事な人を亡くしたらショックですけど、ある日突然亡くなってしまうってあるわけですね。そうしたらもうほんとショックです。信じられないっていう。アンビリーバブルの世界ですね。で、 こうなったときに、でも、この人が死んだんだっていう、それを受け入れられたら楽になるんです。でも、受け入れられないから楽にならないんですね。で、海外行くとですね、ずっと長年連れ添った連れ合いの方が亡くなると、そのことによって、うつになってしまったり、ノイロゼになってしまうって方が非常に多いっていうことがあるわけですね。で、ところが、 日本でもそういうことあるんですけど、海外に比べるとその割合が少ないっていう、そういう研究があって。なぜかっていう時に、実はこの法要っていうものがその役割を果たしてるんじゃないかっていう一つのね、そういう研究があるんですけど、それ何かと,いうとお亡くなりになって、通夜、葬儀ってあるわけですね。これまた親戚連絡したりやったりしてて、悲しいんだけれども、悲しんでる暇がないんです。 今はほとんど葬儀者さんがいろいろやってくれますけど、昔は家でほとんど葬儀やったので、お茶出ししたり掃除したりやりったって,て悲しんでる暇なんかないわけです。それで、お亡くなりになったご遺体っていうものが、えー、もうお葬式が終わると仮装になりますから、今までいたあの、あの人の,あの肌の感触っていうのが亡くなった時にね、今まで暖かかったのがわーってこう冷たくなって、硬くなって、 で、その遺体というのが骨になって、で、この小さな骨壺に入って、土,土の中に埋められて、で、さらにお湯打ちをかけるようにですね、四十九日があって、また一周期があって、三回期があったっ。で、実はこれをやっていくうちに、なんであの人は死んじゃったのもう一回戻ってきてっていうのが、 だん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 形が変わって、何回も何回も法要を繰り返していくことによってですね、もう大変なぐらいめんどくさいぐらい法要を繰り返していくことによって、あ、あの人は死んだんだ。この子は死んだんだ。あそうなんだ。死んだんだ。あ、もう四十九日なんだあ。一周期で、あ、早いね。一年経ったんだ。あ、三年経ったんだ。早いね。もう七年なんだ。って言って、少しずつ少しずつ少しずつ、少しずつ その人が死んだということ、その人に対しての自分の思い入れ、執着と仏教で言うんです。それをちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ手放していくっていうことなんですね。そして、それを手放していくっていうことと同時に、例えば、お亡くなりになって、まあ、通常、通常っていうパターンはありませんけれども、 まあ、大体ですよ、大体自分の親がもし亡くなるとしたら、まあ自分が二十歳ぐらいの時に死ん,で死んじゃう人もいれば、ちっちゃい時に亡くなってしまう人もいますけど、大体その50歳、40歳から60歳ぐらいの時にあの、おじいちゃん、おばあちゃんっていうのがお亡くなりな、お父さん、お母さん、お亡くなりになったりするのが、まあ、通常パターンですよね。 時々、あの、子供さんが80近いでお、おばあちゃんが100歳ぐらいっていう、そういううちもありますけど、もっとすごいところだとね、子供さんが98歳とかで,で、でお、おばあちゃんたちが120歳とかっていうところもあったりするんですけど、あの、まあ、そ、そういう例は特殊だとして、多くの方から40代から60代ぐらいの間に、えー、亡くなられて、で、そして、あの、何回き何回きってやるわけですけども、例えばですよ、例えば50代で、 お父様お母様も亡くなられたとします。そうするとね、あれもう大変だとか、いろいろ働き盛りでいろいろやらなきゃお葬式も大変だとかって言うんですけど、先ほど言ったように、親が亡くなったということの、その悲しみっていうものを癒していくというプロセスに、まあ3回忌、7回忌、13回忌ぐらいまでなっていくわけです。で、その後ね、13回忌終わったぐらいから、今度17回忌ですか ?17 回忌って言うと、例えば、50歳で、 お父さん亡くなったとしますね。50歳でお父さん亡くなったとして、17回帰ってなると16年、約20年経ってますから、自分も今度70ぐらいになるんですね。そうすると17回帰から今度23回帰、何回帰って風にしてなってくるとですね、実は今度、親を亡くなったことに対しての悲しみっていうのが癒えてきて、それをすっかり忘れたという時期ぐらいから、今度どういうタイミングに法要が入るのか。 50回忌まで、まあ、あったとしてですね、この50回忌までの間の前半部分は、まあ、その悲しみ、苦し、親の、親とか親戚、身近な家族を亡くした人の,の悲しみを手放していく期間。で、後半はどうなるかってですね、後半は今度、自分の死っていうものを意識していく期間になるわけです。もうお父さんの33回忌って言うと、わももう70だな。もうそろそろ自分の死が見えてきたな。 でね、人間は死ぬっていうこと頭で分かってますけれども、感情では分かってないんです。だから多くの人たちが70歳とかなってね、癌になってもう余命宣告されると、ガーンってなるわけですよ。70になってもう自分はあと何年か死ぬかなーって友達ははーって喋ってくる。自分がいざ余命宣告されると、どこかで自分は死なないと思ってた。だけど人間っていうのは本当にいつかは死ぬわけです。でもそれを、 身近な人が亡くなった時に初めて自分の命の有限性っていうのもわかるんですね。ですから、年季法要の後半っていうのは死の練習です。死の練習。で、みんな死ぬんです。それわかってるのに、 すごいですね。70歳になっても、80歳になっても、私もお坊さん若い時から、もっと若い、もっと若い時から、ちっちゃい時からやってるので、なんかね、お年寄りの人たちっていうのは自分が死ぬっていうことの覚悟ができてるんだなと思ったら、とんでもない。もうね、亡くなる前に俺は死にたくないってバタバタして死んでいく人って結構いっぱいいらっしゃるんです。 あ、こんなことならこれやめときゃよかったって。で、非常におろかだなって思ってお,お、面白いのは、お医者さんの話聞くとですね、あの、肺がんのになってお亡くなりになる方とかはですね、えー、若い時タバコ吸ってて、で、奥様とかにですね、もうあんたもタバコ吸って、いつまでも吸ってたら危ないよってこといいんだろな、好きなタバコ吸って死んだら本望だとか言っといて、自分が肺がん宣告されるとですね、まあ、タバコやめときゃよかったって後悔されるって言うんですよ。愚かですね、人間っていうのは。でもね、 やっぱり私も含めて人間って愚かなんですよ。で、自分が死ぬってことが分かっているようで分かってない。で、これね、人間というのは自分の死っていうのを完全に受け入れるのに20年かかるって言われてます。20年。ね、みんな死ぬこと分かってるわけです。だけど、明日死ぬよって言われたらどうですか明日死んでいいという覚悟で今日生きてる人いますか あさって死ぬよって言われてどうですかあさって死ぬってなったら何からやらなきゃいけないですかってなった時に、もうこれ私も含めて、ずーっと小さい時からいろんな人たちのお葬式っていうのを見ていきながら、あ、自分も死ぬんだ、自分も死ぬんだって。いっつもそうです。私は誰かのお葬式に行ったらいつも自分の、あ、これは自分の親だと。これは自分だと思ってお葬式に参加してます。 ね、でそう言いながら、私も一週間後ぐらい死ぬよってなったら、ちょっとやること溜まってるので、せめて二週間後ぐらい伸ばしてくださいって言って、えー、頼むかもしれませんけれども、そうやってジタバタする。だけど、みんな死ぬってことが分かってるのに、誰も準備をしていかない。で、仏教の世界でお釈迦様は、それを言ったんですね。お釈迦様のお説教っていうのは、最終的にそこが、えー、一番言いたかったこと、お釈迦様が伝えたかったことです。みんな死ぬんだよと。 でお釈迦様は、お亡くなりになる前に最後のお説教をなさってるんですけど、ね、半行とお経の中にあるんですけど、こう言ってらっしゃいます。みんな生まれたものは死ぬんだ。いつか土に帰るという契約をしてみんな出てきてるんですよ。お前も死ぬお前も死ぬお前も死ぬ。私はこれから死んでみせると。いいか、お前たちも同じように死ぬんだよ、と。いつになって死ぬかわからないけど、いつか死ぬんだよと、と。その、もう時間がないよと、と。それを後悔しないように、 怠らないように、だらだらしないように、後悔のないように精一杯生きていきなさいよ、さようならって言って亡くなった人がお釈迦様なんです。ですから、この実は年季法要というのは、死んだ人の年季法要、感謝法音ということで、その人を思い出しながら感謝するっていう、その人の弔いのためにやるということを半分、残りは、 自分が残された自分の命というものを身近な人の法要をやることによって私も死ぬんだっていう、そういう覚悟と自覚っていうものを持ってですね、じゃあ残りの人生をどのように生きていったらいいのかということを自分に対して問うていく。自分にその質問をしていく。そのことによって自分の生き方というものを見直しつつ、自分の死に向かっての覚悟を決めつつ、 死ぬまでの間にできるだけ早くちょっとでもマシな人間になって死んでいくっていうそういうお誓いをお証拠をしながら参列した全ての人たちがやっていくということによってですね家族の死、自分の性というものを隣り合わせに見ていくというそういったですねものすごい大切な意味と意義というものですね思った一つの生き方の 覚悟を決めていく儀式、レッスンと言ってもいいかもしれませんね。練習。それが年季法要ということなんですね。ですからぜひですね、あの、まあ、そこへ親戚一度集まっていろいろな煩わしさっていうのはあると思いますが、死んだ人に祟た,たられないようにとかね、なんか親戚のやかましいおじさんにうるさいこと言われるからとか、え、まあ、若い時はそういう感覚があるかもしれませんが、もういい、 年のの熟男熟女になってきたでであればですねちょっとそこから味方を成長させて私たちの生き方というものを見つめ直していくために一つの法要というのを取り行うんだとそういう理解を持ってですね法要というものを取り組んでいただいたらそしたらこれは非常に家族全員にとってその精神にとってですね大事なイベントになっていくんではないでしょうか そんなことで、年季法要。これは、一言で申しますと、二つの意味があるという話でした。感謝。そして、追善。つまり、よって、良い、追って、良い行いを。亡くなった人ができなかった分まで、良い行いを生きているものが、この世で積んでいくことによって、それがお亡くなりになった人に対しての報いにもなるし、弔いにもなるし、イコール、私たち自身の生き方というものを進化、成長させていく。 そしてそれが代々受け継がれていくことによって、おじいちゃんの代よりも息子の代、息子の代よりも孫の代、孫の代よりひ孫の代、それが伝統がきちんと受け継がれれば、おのずと家がですね、えー、感謝と追善、進化によってどんどん進化していくわけですから。代を追う、こうね、次の代に行けば行くほど、その家というものが繁栄、進化、発展していくということになってくるはずなんです。 だからぜひね、その法要というものは感謝と進化、垂善という、その二つの大きな意味があるということをご理解いただいて、えー、丁寧にですね、自覚を持って法要を取り行っていただければと思います。ありがとうございました。